皆さんこんにちは、野北教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回は出筆論文裏話27ということで、祝 Google スカラーで H インデックスが53にということでですね、前々回の動画で2021年8月3日に Google スカラーで H インデックスが50に達成したということをお伝えいたしました。それから3ヶ月後のですね、11月2日に H インデックスが51に1つ上がりました。そして2022年の1月14日に52になったこともお伝えさせていただきました。前回から9ヶ月で H インデックスが1つ上がってですね、本日2022年の10月8日にようやく53になりましたので、今回はその記念動画ということにいたします。で、H インデックスの詳しい説明っていうのは今までずっとこうやってきましたので、そちらの方をご覧ください。で、そして前回の H インデックスが50になったやつ、51になったもの、52になったというお祝いの動画も過去に上げておりますので、もし興味ある方はそちらをご覧ください。あんまり興味ある人はいないと思いますけどね。で、研究者の KPI、 KPI パフォーマンスインディケーターの一つのうちにですね、査読付きの論文の出版ということがあるわけなんですけれどもね、それがですね、研究者がどれだけすごいかというのを評価するにはですね、いくつかの指標があるわけなんですね。で、一番簡単な指標というのは査読付きの論文をどれだけ出したかということなんですけれども、それはね、結構査読付きの論文にもいろいろこうありますので、簡単な論文をひょひょひょっとたくさん出しても、その論文の価値というのは、まあ、測れないという、わけなんですよね。で、ですから、どういうのがあるのかなというと、あと雑誌のですね、インパクトファクターというのがあって、すごい雑誌に載ればすごいんじゃないかというちょっと他力本願的なものがあるんですね。例えばですね、ネイチャーとかですね、サイエンスに載るとめちゃくちゃこう、インパクトファクターというのは高いので、サイエンスに載りましたっていうと、ネイチャーに載りましたっていうと、あ、すごいという、そういう、指標も一つあるわけなんです。雑誌はすごいけど、その論文自体がすごいかどうかっていうのはわからないですよね。まあ多分すごいんでしょうけれども、ですから、そこでですね、その論文の数と、どれだけこう引用されたか、引用されるっていうのはすごく重要なんですよ。それは、過去にどういう研究がなされてきてて、私はその研究の上にさらにこういう研究をしますということで、大体論文を引用するので、論文が引用されるということはそれだけ、次の、研究に役立っていると、まあ、いうことになるわけなんですよね。ですから、論文が引用されるということもすごく重要なんですね。なんか YouTube とかと一緒ですよね。 YouTube もいっぱい YouTube チャンネル、 YouTube の動画を出しても誰も見なければ、しょぼい、もので全然大したことないということなんですけれども、一つの、YouTube 出してもめちゃくちゃいっぱい見られれば、その YouTube はすごいという話になるわけなんですよね。ですから、その2つ、どれだけ論文を出したかということと、どれだけ引用されたかということの、を総合的に考えた指標が H インデックスと呼ばれるものなんですね。で、その研究者が、発表した論文のうちで非引用数が H 以上であるものが H 以上あることを満たすような最大の数値ということなので、私の場合は H インデックスが53ということは、53報以上の論文を出しているということがまずわかるわけですね。で、もう一つは、53報以上の論文が53回以上引用されているということがわかるわけなんですね。ということで、そういうふうなことで、どれだけ息の長い研究をやって、どれだけ、クリーンヒットを飛ばしているかと
いうことがわかるわけなんです。でもこれではね、逆転満塁ホームランを出したかどうかとかいうそういうことはわからないわけですね。だって、の数と引用されたのの両方の、値なわけですからね。ですから、まあ一つの指標だということが言えると思います。で、注意しないといけないのは、まあ、分野によって、随分その H インデックスの値が違ってくるということがあるので、分野間をまたいで、H インデックスを比較するというのはちょっと無理があるんじゃないかなということとか、いろいろな問題点は、あることはあります。ということなんですけれども、ノーベル賞の研究者の平均の H インデックスというのはだいたい40前後であるというふうにこう言われていますので、僕53あるんで平均以上なので、これなんかノーベル賞いけるんじゃないかなっていうのは、いけなくてですね、あくまでもノーベル賞を取った人の平均が40だということであって、必ずしも40の H インデックスを取ればノーベル賞がもらえるというわけでは全くありません。ということでですね、先日、発表されたノーベル賞でですね、生理、医学賞を単独で受賞された、スワンデ・ペーボ博士の、H インデックスをちょっと、調べてみましたら、 Google スカラでなんと163ということで、この博士は163方以上の論文が163回以上引用されているという論文が163あるということで、これちょっとすごいなということで、ですね、ちょっと私ミーハーなので、この発表があった直後にですね、ペーボ博士の翻訳本、ネアンデルタール人は私たちと交配したという、 こう本をちょっとアマゾンで Kindle でちょっとポチって今読んでる最中なんですけれども、その中でですね、結構その発見した時のエピソードとかが載っててですね、でそれによるとですね、そのノーベル賞の元になったその発見のですね、論文はですね、ネイチャーとかサイエンスじゃなくてですね、セルという、まあ、その分野に特化した、専門誌に投稿されたという裏話が載っていました。で、早速そのセルに載った1997年に出版された論文を調べてみたんですけれども、現在のところ、1933回も引用されているという、というすごいというような、ことを、ちょっと、見てみましたという、ちょっと話が脱線に立ちましたけれども、まあ、H インデックスで気をつけないといけないというのは、やっぱりこう引用に関する、慣習というものはですね、研究分野によって異なるということで、H インデックスは同じ研究分野における研究者同士の比較にのみ使用される、べきではないかということが言えるというふうに思います。まあ、いずれにしましても、今回やっと、H インデックスが53になりましたということで、あと3つで僕の年齢56に達成しますけれども、まあ来年の5月までにあと3つ上げるのはちょっと相当大変かもしれませんけれども、頑張っていきたいなというふうに思いますので、皆さん僕の論文を、僕の論文を読んでって言いますか、同業他社の、研究者の方々、僕の論文を読んで、自分の論文を書くときに、僕の論文を引用していただけるれば嬉しいなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。